ということで皆さんお久しぶりです。ムチムチ栄養士のエジタンです。今回はですね、この間健康診断で初めての胃カメラをやりました。イエーイ。結果は全然イエーイな結果じゃなかったです。結果にね、逆流食道炎の所見って書いてました。びっくり。それ言われてからね、なんか具合悪くなってきた気がして、単純な女、胃がムカムカとか、ね、人間って不思議だよね。あんたが単純なだけ。その前からなんか変だなっていう症状はあったんですけど、めっちゃゲップ出たりとか、なんだろう、お酒飲んだら吐きやすくなったりとか、ちょっと締め付ける服着たらすぐ具合悪くなったりとか、そういう症状がありました。で、それだったんかと思って、ちょっと来週明日受診して治療したいなと思います。それでやっぱりね、いろいろお酒もやめなきゃなとか、結構食事の方も気をつけた方がいいので、まあ、大きなポイントとしては消化のいい食事をとった方がいいので、あと油物も控えた方がいいです。あと刺激物、めっちゃ酸っぱいとか、めっちゃ辛いとか、辛いの好きだから、極激からファイナルが逆流性食道炎に影響してるかもしれない。で、まあね、いろいろちょっと硬いごぼうとかたけのことかもたくさんは食べない方がいいですね。きのことか海藻とか、あともう食事量自体が、量が食べ過ぎない方がいいとかポイントがあります。のでそれに従ってやれてたらちょっとダイエットになるかもしれないということで、今日は、食事療法の一環として久々にお粥を作ってき、ました。もうできましたので、ちょっと味変をしながら食べていきたいと思います。では、お粥を用意してきます。よろしく頼む。突然のキュウリ。それではじゃじゃーん。今日用意したのはシンプルな卵貝、本だしと味噌も入れてます。最後に味噌入れました。と卵と生姜かな、ちょっと塩も
出してます。おいしそう。ではでは、いただきます。うん、うまっ。めっちゃ生姜効いてる。うん、これは飽きんのかな、と食べたら。明日もしばらくお買いにしようかなと思ってるんですけど。思ってるだけ。うん、おいしい。なんでお粥なのにキュウリがあるの。みんな思ってた。キュウリが一番カリカリ音するから一応用意しました。マイクを有意義にするため、ちょっとお水を続けて、うん、最近野菜がね、あまり食べれてなかった。なんか食べたい時期と食べたくない時期ありませんか。でもまた食べたい時期に入ってきたから。うん、おいしい。やっぱシンプルなものってうまいわ。これは明太子ソース。これもつけてみます。うまいのか。甘いタイプじゃなかったです。おかげの甘い、うん、今回胃カメラ鼻からやったんですけど、辛いね。結構あれ毎年やんなきゃいけないんだと思って、やだな。でもちゃんと治ったかどうかってもう一回胃カメラしなきゃいけないのかな。誰に聞いてんの。やだな。でもまだね、重症ではない、そんなに悪くないよみたいなこと言われたんで。軽いノリの診断。でも軽症のうちに治しとかないと。うん、揚げ物とかもね控えます。よく噛んでゆっくり食べるのも大事よね。この間出張で横浜に行ってきて、久々に大学の時の友達に会いました。で、いろんな話したりとかして YouTube を見てくれてるんで、で嬉しかったのが、肌が綺麗だねって褒めてくれて、しばらくぶりに会ったけど老けてないねって言ってくれました。まあ、ありがとう。で、なんか肌のね話とか美容の話とか、いろいろその子すごい詳しい子なんで、いろいろ聞けたりして、でもメイクし合ったりとか、なんか服のことアドバイスくれたりとか、有意義な時間を過ごせました。また会いたい。うん、そろそろ味変ちょっぴっとだけ入れます。油だからね、一応。うまい。でもごま油は
まあそういう炎症的なものにはまだいい方の油です。うん、めっちゃ香りいい。うまっ。うん、しいたけも入れればよかったな。シンプルすぎた。うん、明太子一応食うか。キュウリにつけたよりはマシ。でもね、明太子も辛み入ってからもうこのぐらいにしときます。もう食いたくないだけ。うん、おいしい。いや、卵がゆといえばね、なんか風邪ひいた時に作ってもらってた。で、梅干しもついてきてました。今日もね、いや梅も食べた。梅干しないから梅のソースにしようかな。梅ドレッシングみたいなこと持ってきます。はよう持ってこいや。はい、こんな感じでエバラの梅のソース、これマジうまい。甘みがちょうどいいです。入れてみます。うん、さっぱり、うまい。梅とごま油も合うし、うまいです。味変成功。うまっ。キュウリもこっちにつけよう。うん、食べちゃいました。うまっ。これは多分すぐお腹すきそう。あとに逆流性食道炎の話なんですけど、食べ終わった後にね、すぐ横になってたんですよ。食べたらすぐベッド。それもダメ、逆流するから。なんで 2,30 分、この状態で座った状態とか、体ちょっと起こした状態で休んでから、横になるっていうのも大事です。早期発見、なっちゃったもんはもうしょうがないんで、早期発見できた方だと思うので、ちょっと治療にね専念していきたいと思います。
皆さんも気をつけてください。それではまた動画見てください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。またねー。